ほースピラスピカのミキハです。今日は私東京の九段下にあるじゃじゃーん日本道路交通情報センターにやってまいりました。いつもね FM 横浜で交通情報をね伝えてくださっております。その場所に現地にやってまいりましたよ。普段どんな風に皆さんやられていろんなことやられてこれが流れよるかみんな知っとるか。私も知らんのですよ、普段私もね FM 横浜でおしゃべりさせてもうとる DJ ということでちょっと代表してね皆さんのお話を聞いてこようと思います。ということで早速お呼びしようと思いますよ。伊藤さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは電話案内の執務室になります。こちらは365日24時間、全国からのお問い合わせに対応しています。365日24時間、はい、お休みの時間はあるんですか。みんな交代で、はい、勤務しております。皆さんのおかげで我々は生きていけているんですね、はい、ありがとうございます。どのような内容のお電話問い合わせが来るんですか。はい、こちらではどこからどこまで の, 所要時間を聞きたいというお問い合わせだったり、うんうん、事故があったりとかして渋滞が発生した場合に、はい、何が原因かとか、うんうん、どのぐらい時間がかかるかとか、うん、そういった内容の問い合わせが特に来ます、うん、はい、ではこちらは放送業務の執務室になります、はい、こちらも365日24時間人が配置されてまして、はい、テレビやラジオ放送に対応しています。なるほど、皆さんすごい真剣な眼差しでパソコンの画面を見られていますね。はい、次の放送に向けた情報収集をしています。なるほど、かっこいいですね。皆さん本当に私普段結構声がでかいんですけど皆さん静かに仕事されてるんで今大丈夫ですか。やかましい、うるさくないですか。皆さん大丈夫ですか。FM 横浜のブースをご案内いたします、はい、こちら開けてみますね。この局によってそれぞれブースがあるんですね。そうですね、はい、たくさんのブースがありましてこちらが FM 横浜のブースになります。うん、ちょっと私も入ってみてもいいですか、はい、どうぞ。神聖なる場所に、はい、どうぞ入ってみてください。お邪魔します、はい、失礼します、はい、ちょっと狭いんですけれども本当に一人分といいますか一人部屋にぴったりですね。そうですね、はい、はい、こう多分触ってはいけない大切な機材がたくさんあるかなと思うんですけども、はい、こちらがFM 横浜の機材になります。こちらが時計が2つありまして、はい、鉄道時計とデジタル時計がありまして、はい、鉄道時計っていうの初めて聞きました。はい、秒数を確認したりあとは分数を確認したりするのに鉄道時計とデジタル時計を置いてます。じゃあもうこの2つはもう絶対セットで見てるんです ね、はい、放送の気をつける注意点などが書いた紙が貼ってあります。放送の事故防止10則、これはね普段私も、はい、DJ として おしゃべりしてる時にも大切になってくる。あ、5分前には放送ブースに入室、はい、あーいけてるかなこれ。これちょっと怪しいのでね気をつけようと思います。そうですね、はい、このこちらの端末を使って情報収集をしていきます、はい、こちらの端末は全国の、警察さんや、はい、高速道路会社さんと首都高速道路の、はい、最新の情報を取ることができます、はいはい、ここで情報を収集して、はい、原稿にまとめていくっていうことですかね。そうですね、はい、こちらの情報端末を使って首都圏の情報を抽出してそれぞれ放送に合わせて自分で原稿を作成していきます。でもすごくその瞬間瞬間に情報が変わっていきそうなのでこう原稿書くのすごく大変てか難しそうですね。そうですね、クリックするたびに情報が変わってしまったりするので大変だ、はい、その都度その都度書き直してという形になります。はい、原稿はいつ も、はい、もう手書きで書いているんですか。そうですね、大体皆さん手書きになります、うんうん、はい、
そうか、ね、何回もこうあまたクリックして情報が変わったってなった時にもうシャッと書き直せますもんね。そうですね、はい、この情報を持って、はい、ブースに移動して先ほどのブースに、はい、下読みの練習などをしてみます。はい、はい、お願いします。はい、で東名高速道路の下り大和トンネル付近13キロ、はい、首都高速道路湾岸線の西行き東京港トンネル先頭に有明ジャンクションまで3キロです、はい、一般道路です。神奈川の国道246号線の下り横浜市緑区下長津田で1キロです、はい、この情報を持って放送に入ります。で放送の秒数などを確認しながらですね、はい、下読みの練習をします。2つの時計に合わせてさらにご自身でつけている時計の3つであ今のこの行動にはどんな意味があるんですか。はい、60秒の放送が FM 横浜ではありますので60秒秒数を間違えないように始まりのところあなるほど、はい、ここに回ってきたら60秒という形でこういった感じで秒数を確認してます。すごくわかりやすいですね、はい、東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで乗用車3台の事故のため東名川崎インターまで10キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は1時間です。上りは綾瀬スマートインターで8キロ渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で8キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。横羽線の上りは大師に大型トラックが故障して止まっているため塩入まで7キロ渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に高木町まで4キロ渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の上りは川崎市高津区梶ヶ谷で2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。1分ぴったりに収まっている。これってこう例えばそのむちゃくちゃいっぱい、伝えなければいけない情報がある場合っていうのは、はい、1分間にどう収めていくんですか。やっぱり影響が大きい情報から優先して、うんうんうん、でまた FM 横浜であれば、はい、FM 横浜寄り の情報を中心に取るので、うん、そちらを優先して、はい、原稿に起こしていきます。ちなみになんですけど、はい、この原稿はこの放送のどれくらい前から作り始めるとか何分ぐらいかかるものなんですか。はい、だいたい放送の30分前くらいから情報を取り始めます。ただその間に情報がコロコロ変わってしまいますので、はい、その都度情報を更新して書き直して原稿に起こしていきます。はい、そうしますと出てきた情報を、はい、情報を取ってみてください。出てきたのが透明さっき伊藤さんが下りのところ下に丸ってしてましたね。それも原稿はそれぞれ人によって自分で分かるように書いて大丈夫です。はい、この KP っていうのは何ですか。こちらはキロポストになります。キロポスト、はい、キロポスト全然説明するわけですか。キロメートルしかちょっと知らん。キログラムキロポストそうですね、はい、ポイントそうですね、地点を表してます。運転しないもので、はい、この情報は誰が即座に上げてくれているんですか。はい、こちらは道路感知機だったり機械の方が機械の方、はい、機械が、はい、道路感知機が感知したのを端末に反映されてます。結構運転している時のその時々上にいる機械たちの情報がここにシュッと入り込んできているんですか。そうですね、すごい速さですね、はい、ちょっともう一回これ押してみていいですか、はい、また変わってるかもしれないですね。この数分の間に変わっているのか。よし、押してみました。そしてこの先ほどの東名高速をもう一度押すと、はい、あ、渋滞が伸びてますね。伸びてる、はい、
さっきまでね 9.5 で四捨五入の10だったのが、はい、これは 13.30 ということは気して、そうですね、13キロで13キロ、はい、本当このちょっと喋ってる間に変わっちゃうんですね、はい、そうですね、はい、各情報は以上で大丈夫でしょうか、はい、大丈夫です。下り大和トンネル付近13キロ書かせていただきました。スタンバイさせていただきます。はい、読む時のコツがあったりしますか、はい、読む時のコツはやっぱり、はい、丁寧にしっかりですね、聞いてる方にしっかり伝えようという気持ちを持ちながら放送に当たっています。東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田IC でいいでしたっけ、インターですね、こういったことがあるのでっ、はい、しっかり下読みをします。そうかも、もう一回聞いとこうかな、はい、インター、はい、インター、はい、インター、インター、はい、大丈夫です。東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで乗用車3台の事故のため東名川崎インターまで10キロの、あ、イントネーション失敗しました。10キロって言っちゃった。東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで乗用車3台の事故のため、東名川崎インターまで10キロの渋滞です。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は1時間です。上りは綾瀬スマートインターで8キロ渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近を先頭に8キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。横羽線の上りは大師に大型トラックが故障して止まっているため潮入りまで7キロ渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に高木町まで4キロの渋滞、やばい。神奈川県の保土川バイパスの相模原市方面に向かう下りは下川インターで工事のため5キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の上りは川崎市高津市春日部筋合いだい60秒になりました。時間オーバーだー。そういった場合は情報を、はい、削っていく形になります。あ、もうこの時点で判断して、そうですね、もうやべ間に合わねえって思った時は、はい、下読みの段階で、はい、削っても大丈夫かなという情報を削っていく形になります。 FM 横浜トラフィックレポート、日本道路交通情報センターの三木葉さん、お願いします。はい、東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで乗用車3台の事故のため東名川崎インターまで10キロの渋滞です。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は1時間です。中央道の上りは三鷹付近を先頭に8キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。横羽線の上りは大師に大型トラックが故障して止まっているため潮入りまで7キロ渋滞しています。神奈川県の保土ヶ谷バイパスの相模原市方面に向かう下りは下川インターで工事のため5キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の上りは川崎市高津区梶ヶ谷を先頭に2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。ぴったりですね。お疲れ様でした。焦りました。残りの10秒の時にこれ最後読めるかドキドキしちゃいました。落ち着いてバッチリでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。さて今日は日本道路交通情報センターに潜入させていただきまして貴重なお仕事現場を見させていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。もうすごいのもう一言でございます。大変さ分かっていただければよかったです。本当にすごかったです。普段こうね何気なく聞いていたんですけども、その裏側には皆様のすごい努力が隠され
されておりまして、しかもなんて言ったってね、この交通情報っていうのはもう1分1秒、もうどんどん変わっていく中、それに即座に対応されて正確な情報をいつも伝えてくださって本当にありがとうございます。いつもね、私が FM 横浜でおしゃべりさせてもとる、毎週水曜日の笑顔もりもりラジオ、ここにはねトラフィックリポートがないんです。残念です。今見てくださっているリスナーの皆さん、これからねラジオを聞くときは、 いつもこのトラフィックリポートの時にはこんな皆さんが頑張っていたんだみたいな、今日見た映像のことも思い出していただけると嬉しいです。今日本当にたっぷりたっぷりいろんなことを教えてくださってありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。伊藤さんでございました。そして今日リポートいろいろさせていただきましたのはスピラスピカのミキハでした。ここまで見てくれてありがとうございました。ほなねー。先ほどはね、ちゃんと読むバージョンでお届けしたんですけども、次は、普段のもしミキハバージョンでこの、交通道路のこの情報をお伝えしたらどうなるのかをやってみようと思います。6からスタート。ほーい、やっほーやっほー。ではここでね、情報をお伝えさせていただきます。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は1時間です。中央道の上りは三鷹付近を先頭に8キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。横羽線の上りは大師に大型トラックが故障して止まっているため、潮入りまで7キロ渋滞しております。神奈川県の保土ヶ谷バイパスの相模原市方面に向かう下りは下川井インターで工事のため5キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の上りは川崎市高津区梶ヶ谷を先頭に2キロの渋滞です。以上、日本道路交通情報センターでした。みんな安全運転でな、笑顔もりもりドライブ楽しんでね。こんな感じになるかと思われます。